お元気ですか？ボクシュミです。今回はサッカー日本代表チームチップス開封動画です。前はね、プロ野球チップスをやってたんですけどね、侍ジャパンチップスはね、なかったんですよ。その代わりね、今回はね、サッカーの方でね、やっていきたいと思います。ちなみに私はね、サッカーもね、大好きでございます。はい。で、サッカーもね、今日本代表ね、ワールドカップね、頑張ってほしいですよね。それではね、早速開封していきたいと思います。まずは一袋目でございます。長友佑都選手でございます。大迫勇也選手でございます。二袋目でございます。佐々木翔選手でございます。堂安律選手でございます。2袋目でございます。はい、キラーカード出ましたね、南野拓実選手でございます。キラーでございます。で、こちらがね、チェックリストでございます。4袋目でございます。酒井宏樹選手でございます。鎌田大地選手でございます。5袋目でございます。吉田麻也選手でございます。鎌田大地選手でございます。6袋目でございます。これもね、白サインカードがねあるのかな、ちょっとねわからないですけどね、山根、美希選手でございます。川辺早尾選手でございます。7袋目でございます。シュミット・ダニエル選手でございます。板倉滉選手でございます。8袋目でございます。これでキラーカード出ますね。長友佑都選手のキラーカードでございます。で、佐々木翔選手でございます。9袋目でございます。これは山根美希選手でございます。南野拓実選手でございます。で、ラストのね、10袋目でございます。お、キラカードが出ましたね。伊東純也選手のキラカードが出ましたね。で、最後は、坂本達弘選手でございます。はい、以上で、サッカー日本代表チームチップスの開封動画でした。キラーカードはね、3枚出ました。またね、調べてね、これは白サインカードは出るのか、のかね、調べてね、また機会があればまた2回目3回目もねやっていきたいと思いますので、よかったら見に来てください。よろしくお願いいたします。以上でございます。本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せします。ありがとうございました。